We love snacks! どうも皆様、私たち個性自由ではみ出していく新しい学校のリーダーズでございます。レイ AKA 新しい学校ポーズはい、というわけで私たち、インスタグラムっていうか SNS に We love snacks、みんなアメリカの有名なお菓子、おすすめのお菓子紹介してコメントちょうだいって言って、いっぱい、めっちゃいっぱいコメントをいただいて、その中からバーッと今日はね集めましたんで、まあなんかとりあえずいろんなもの味見してみて、で1位、2位、3位、4位、5位、一番多かった数ね、でそれをちゃんとこう食べて、どんなの、アメリカのお菓子はどんななんや言うて、どんなの、リアクションコメントしていこうと思います。はい、まあ見ての通り、カラフルすぎて怖い。もうキャンディー流した方がいいんじゃないこれな。ウェイウェイ、いつもキャンディー。まずは1位、こちら赤い棒でございます。いっせーので、おいしい、テイスティー、イーツ、濃いね味。おお、うん、ちょっと待って、喉にくるね、辛ない、これ後からめっちゃくる。でも人気な理由もちょっとわかるか、わかる、癖になる、やめちゃう、になる。2位はこちらのちょっと太めの赤い棒です。じゃーん、あ、おいしい、うん、口の方がポリポリ感みたいな、サクサク感、おいしい。もう喉にくるな、なんか喉にね、うん、喉にきます。では3位はオレオ with ミルク。オッケー、ミルクに浸すってことやな。いただきます。おお、うまっ、ね、なんだろう、辛いのラブリー、うまっ、最近のミルクでしたけども、うん、美味しいです。ミルク、ミルクにダン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 。じゃあ四位は、位、せーの、アスパーショット。おお、目の前にもない。たまにバンっていうのがいる。誰かが噛み砕いた飴がこの中に入ってる。あ、いやいやいや、やだな。五位はイージーチーズ and クラッカー。イージーチーズ？あーせーの、あ、入れた、濃いね、濃い、パーティー濃い。これが募集して人気だった5個みたいでございます。うん、もうなんかちょっとクッキー気になるな、食べてみて、ストロベリー、ストロベリー、かわいいね、これが、うん、すごい美味しい、これカモン食べる、そう、カモン、そうそうそう、美味しいよな。おー、クリームクリーム、おいしいね、ドーナツ好きにはいい感じ。あー、うん、ね、うん、誰か置いてや、ね、ちょっと食べたいと思います。青いボーリンちゃん試食していきます。似合う、うん、おいしい、うん、あ、喉に来るから、ね、あ、三章入り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 、ナードクラッカー、ナードクラッカー、ビーズのみたいですね。あ、そう、チューブキャビンみたい、おいしいよこれ、お菓子か、そういえば、え、ストローやと思って、ストローだと思って、飾りかと思ってたから、え、誰行くの、なんか味ない、出てるからも、出てる、これおいしいな。じゃあルーレット回します。はい、これバターポップコーンか、か、腐った卵だ、え、これ入ってて、見た目が黄色いやつやから、どっちの味が出るかわからんってことや。いいなぁ、腐った卵、トーストマシュマロ、うん、おわ、そうだよ、スティン、スティンクブッグ、これです。はい、私は焼いたマシュマロと信じて、いらっしゃい、スタッフのシャンプル、はい、はぁ、やだかも、レッツゴー、始まるのよ、あれ、いい匂いしてる、いけない、あはい、サニーフルーティー、オア、スティンキーソックス、あ、レッツゴーツギュラー、サンドよ、
ある。光った卵いきます。しっかり噛んで、なんかバターポップコーンだろ。マーク？あの時迷ったけど。あれをそれをそれをあれよあれよね。私これかな。うん、アフターショット。楽しい。私はオレオにウィズミルク初体験とても楽しかったです。これ癖になるかも。やっぱり1位なだけあって、そこから辛い感じ。やっぱ楽しかった。パーティーにぴったりだなって思った。アメリカのお菓子はとてもクレイジーでとてもファンタスティックでした。ファンタスティコー。